カシャカシャ、クッションが、クッションが呼んでいるひなのこと、こんばんは。何分に始めた？私6分に始めたかな。どっちだい？6分？6分かな、6分に始めたかな。ありがとう。まあいいか。ありがとう。うん、大人っぽい今日。前髪を流してるからじゃないか。巻きが取れた、巻きが。うん。巻きが取れたんよ。そう。巻きが取れてこうした。あ、確かにイヤリング大きいからね、今日。かわいいでしょ。このイヤリングはね、夏になるとね、つけるイヤリングです。そう、なんか水着みたいな服着てるよ今日私。水着で草、水着です。よろしくお願いします。水着で草だよ。うん。水着着てる配信でよろしくお願いします。ギャル、水着ギャル。うんうんうん、言われたらそう思った。言われんかったらそう思わんならいいか。そう。ね、イヤリングも相まって水着ギャル。あ、全身はダメですよ。うん、下はね、あの適当なものが入ってます。はい、お買い物をしてて今日そう疲れちゃって、はい、着替えますから私は。家に帰ったらね、パジャマになります。そうです、着替えます。はい、辛いのでずっと私服着てたら。履いてますよ、履いてますよ、履いてるんですけどね。うんうんうん、そうそうそう、上だけこういう私服のままだったらまるでおしゃれ。リモート会議です、リモートスタイル。うんうんうん、そうそうそう、これは私服のままです。下だけ買いました。うん、そうそうそう。うん、ランダムの顔待ち方、ひなちゃんのが当たった。運命、それはひなちゃんと運命の出会いです。上しか見えない、そう、上しか見えないので気にしませんよ。うんうんうん、うさちゃん、うん、うん、今日はね、昨日かな、山口におるおばあちゃんが来てくれましてね、それでね、一緒に遊びました。遊んだ。うん、うん、あの声が可愛いおばあちゃん、そう、声が可愛いおばあちゃん、ショールーム出演経験あり、声だけ。クシちゃん何してる？クシちゃんお外でドタドタ。お外じゃないけど部屋だけど、お部屋のぽ、お部屋のぽしてます。女子会、そう、ママとひなとおばあちゃん女子会でした。
去年の7月にショールームして、去年の7月か、あと1ヶ月後にあれするあれするあれする、1ヶ月 1年目になる。やばーい、やばい、時の流れは早い。うんうん、ねえ、ズピヨン、つい最近写真集を買いました。おお、本当に嬉しい。お気に入りの写真はありましたか？うんうん、逆さまにはありがとうございます。隠してます、髪の毛で存在しないものとしております。はい、うんうん、隠しますよ。うん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 、選べないクレヨン好評発売中。うん、どうひなちゃんも可愛かった、嬉しい、ありがとね。お、BLT さんのアンケートはがきでしてよって、ありがとう。皆さんもひなちゃんの BLT 読んだ方はぜひぜひアンケートはがきでひなちゃんが良かった、ひなちゃんをまた出してほしいって言って出すんだよ。ひなちゃんとの約束絶対だよん。もうすぐ締め切りだと思いますね。もう28日なんでね、今月が終わる、今月が終わるよ。うつ伏せショットがめっちゃ好き、嬉しい。あさってまで30日消し印まで、30日までにハガキを出してください。ハガキを忘れたらおこです。おこおこです、ダメだよ、ハガキを忘れちゃダメだよ。うんうん、あれだよ、妹ピオちゃんが鉛筆削りを使ってる音だよ。あの鉛筆削り機ウィーンって言うじゃん、あれ自動のやつ。そうそう、使ったことある使ったことある、かき氷じゃないねウィーンって、確かにああいう音なるわ、かき氷機かも実は実家がかき氷をやっておりまして受験さんもいる、こんばんは。うん、指導死活があったことない、こうやって回すやつね。あ、ポンとひらきちゃん猫ありがとう。にゃーにゃーにゃー。あ、黒板消しクリーナーも愛用とする、ウィーン、もっとでかいよ、もうすごいボーみたいな音で黒板消しクリーナーやってた思い出がある、日直の時エモ懐かしい。ひなフェスって、ひなフェスとは月に1回このショールームで行われる、ひなちゃんの演出を考えて、衣装も考えて、セットも考えて、セトリも考えたフェスである来月になりますね、今月はもう終わったので、気になったらひなちゃんのショールームをフォローして見に来るな。ひなフェスをまた見に来るな。
来月の冬のフェス今から楽しみ。嬉しい。楽しみにしててね。なっちゃんも紹介しようと思ってるけど、みーちゃんに許可をもらわないと。許可制大変だそりゃ。頑張って許可もらってね。応援しとるね。うん。ナイスのクオリティ高い。嬉しい。クオリティ高めでやっておりますよ。リアルヒナフェスやってほしい。やりたい。あ、そう、スイパラのコラボメニューが発表されました。あとなんかグッズも発表されたっけな。グッズはまだ発表されてないんだけど、どっちだったっけ。ひろちゃんはやっぱり一途な人が好きですか。まあ一途であればあるほど嬉しいですけれども、好きって言ってくれるだけで、ね、嬉しいですよ。グッズも発表されてる。あ、ほんと？そう、どっちもあるんですけれども、ひろちゃんの燃料ではね、画像を見せていけるか。なちゃんの料理は、影よいしょ。明るい画面が明るい。あ、映った。ピュアチーズピザー。まあなんとなく分かったでしょ、みんなには。こちらはですね、ピザ生地噛んだピザ生地、ホワイトソース、パルメザンコチーズ、ブルーチーズ、スモークチーズ、シュレッドチーズ、ブロッコリーが乗っております。そして蜂蜜とモナカ付きでございまして、はい、なぜピオチーズピザという名前にしたかと言いますとね、メールを取ってくれという方には教えたんですけど私のファンの人の名前をですね、こうまとめた、ひなのファンの人の名前をまとめて言うと、ピオちゃんズっていう風に呼んでるんですけれども、そのピオちゃんズ、ピオチアーズ、ピオチーズ、ピオチーズピザとなりました。はい、なるほど。なるほどね。かわいいでしょ。お気に入りはこのとろけたクッション。あ、見えないか、見えるか、見えないか。うん、これ、このクシちゃんのモナカが乗っているので、クシちゃんはね、いつもこうなってるんですよ。あ、言えないか、こうとろけてるんで、モッツァレラチーズみたいにとろけてるので、クシちゃんチーズみたいなのがいるっていうところがポイントでございます。さあ、いいでしょ。あー、クシちゃんも食べれるみたい。うん、でもひなちゃんはクシちゃん食べないよ。食べるか食べないかあなた次第。そう、クシちゃんいつも足をこうなんか投げ出して、こんぐらいのでっかくなって寝るんですよ。そう、普通はこんぐらいなんですけど、こんぐらいでっかくなるんですよ。伸びてる、いつも伸びてる。ダランダランうさぎなのでね、うち。さっきクシちゃんの撮影に成功したんでね。あら、かわいいでしょ。これが今日のクシちゃん。小松菜食べて。小松菜が大好きだね。
小松菜がもう大好きですか。うんうん、のびのびうさぎなのでね。ピーヨチーズピザの皆さん、スイパラ原宿さんだけ東京と広島のパルコにあるスイパラね。あ、クッションの気がついてる食べれますよ。あ、上野だった上野と広島パルコで、スイパラさんにお邪魔して皆さんも食べてください。ぜひぜひクッションの写真メールで送っていいよー、いいよー。スイパラの難易度レベル1万、そんなことないよ。ふふふ、大丈夫だよみんな。うん、意外とね、スイパラ女の子ばっかりと見せかけて、私が前オタコツで行ったりしてた時は男子高校生軍団もいましたね、多分。うん、男性もいいかと思いますスズズさん、いたことない、スイパラ楽しいよ、おすすめ。うちはまあスイパラは鬼滅コラボの時と、あといちごのなんかなんだ、いちご食べ放題みたいなのやってる時と、あと最近は推しの子のコラボの時に行きましたそう、意外と利用しておりますあえて堂々と行ってきました。それがいいと思います。そう、広島のパルコにあるスイパラの STU コラボとして行くときは予約が必要なんですよ。スイパラの公式アプリから STU コラボのやつで予約してっていう風にねして入店するんですけど、こう三角になっている時間が結構いっぱいあったみたいなので、皆さんがね来てくれるのかな？わかんないけど、嬉しいなと思いましたね。はい、なので皆さん罰になる前に予約してくださいうーん、空いてれば当日でも入れるのかな。そうなのかな、それは微妙なところですね。その日ちょっと予約が多くてみたいななったらね、入れないかもしれない。もういっぱいでみたいな、予約しといた方がいいかもしれない。そうそうそう、上の予約空いてたらじゃあ大丈夫だ。うん、広島がちょっと三角が多かっただけかな。どうだろう、まあまあまあ、よいしょよいしょ、そうそうそう、行きたいとき行ってね行きたいとき行ってね。STU もだし、男の子の推しもスイパラコラボ始まるタイミングよくて夢かなったおたかつ三昧、スイパラおたかつ三昧です。ヤダちゃんの物販いつも頑張れない、あれそうなの。あ、でもなんかみんなアクスタ売り切れてたって言ってたかも
お話し会場に物販があるんだけど、ウェディングの日だじゃないって言ってた。みんな受注生産できるから。ちょっと待って、日な受注生産忘れてた。まだ大丈夫かな、まだゲットできる。ひな様のウェディングゲットしたいから受注生産で予約しようと思ってるんだけどまだゲットできるかな、大丈夫。やばい、忘れてた。まだ申し込んでないや。あ、やばい、7月1まで1日までだった。危ない危ない危ない。配信が終わったら予約します。ウェディング最高。もうウェディングはさ、こうなんだ、ちょっとおしゃんなカフェとか、それこそスイパラとかに持って行っても映える。可愛いから映えるし、なんか旅行先で海をバックにみたいな時も映えるし、ウェディングのアクスターもみんな神神神ってる。あのね、あのなんだっけ、誕生日の時の祭壇みたいなやつの時にも使えそう。いろいろ使いそうですね。あちゃんが着てたドレスが一番可愛いって。可愛いよね、キラキラ、お花キラキラで。武器は投げてほしいゲットするつもりか。うん、やつの結婚式みたいな、友人の結婚式行ったことがないんですけども、幼子の時に行ったことがあって、そう、すごいね、覚えてるのが、ひなちゃんのおばの結婚式に行った時期に、私が、こうやってカラオケのマイク持って花水木を歌ってて、アニピオがサッカー少年なので、アニピオがリフティングを歌ってる間ずっとするみたいなのをやったのを一生覚えてる。めっちゃ覚えてる。そう、すごい幼子の時だった。何歳だったんだろう、全然覚えてない。何歳か忘れた。すごい光景でしょ。そう。おさまごのドレス着て行ってたね。そのドレスはピュアババなんかピアノの発表会の時に着てたドレス着て行ったドレスだった気がする。そう、なんかフリフリーの黄色いお花が小花柄みたいな、フリフリーみたいなやつだった気がする。懐かしい。そう、結婚式そんぐらいしか思い出にないそれ以外は行ったことあっても、あれですよ、記憶がないぐらいの幼子。
みんなも結婚式の時余興みたいなやつしたことあるのか、そういう だとひなちゃん時代はね、記憶がないからね、なんかなんかやっぱ幼稚園になってからぐらいしか記憶がないんだよね。そう、写真とか見てのなんか写真とか見て、あ、こういうのやったなみたいなのを思い出すんだけどそう行った気がするなみたいななんか忘れちゃうよね。友人代表挨拶なら、おお素敵。いろんなものを混ぜた お酒飲んだことあります。余興的な美味しいのかそれは。ね、なら主権さんいらっしゃい。一好きなそいただき。アコースティックギターいいね。じゃあ、写真見ていろいろ思い出す。確かに。みんなはひなたの写真は持ってるの？そう、もう買い替えてどっか行ってない？大丈夫かーい。スマホを買い替えたから、ないよーって。ちゃんの写真ないよー。切ない。今日の写真持ってないって。増やしていって、これからじゃあひなちゃんホルダーを作って1万枚できるように頑張ってくれ。壁に貼りまくってますスマホじゃない、現像した。俺は現像した。そして壁一面に貼ってるんだ。この家を全部ひなちゃんに揃った。大好きな人たち、あ、確かにあれがある。みんなには CD を買った記念の写真がある現像しなくて。グッズがあるじゃない。みなちゃん無限回収してます。嬉しい。無限にゲットしてくれえ、推しの子アニメ今夜が最終話なんだっけ。早っ、ワンクール早っ。終わっちゃうのか、寂しいな。アニメ見たいのに。ね、鬼滅もあっという間だった。もう終わったのかってなった早い、終わるの早すぎよ。ね、すぐ終わっちゃうよ。本当にすぐ
ワンクールあっという間やね。太陽を克服したい。太陽苦手なの？ひなちゃんと一緒なの？ひなちゃんも夏の日の太陽は苦手すぎる。イケオタになって初めて買ったメンバーのタペストリーひなちゃんだったよ。イケオタ、瀬戸オタじゃなくてイケオタなの。うんうん、校長さん出てな来なかった、寂しい。推しはもう何年も会ってない気持ち。そう、あ、でもあれに入れたか、無限列車編に入れたか、最後に。